AI アナウンサーの荒木由衣です。今回のテーマは生姜餃子です。餃子ブームの中登場したのが味の素冷凍食品の生姜餃子。昨年2017年は味の素冷凍食品の餃子ブランド、実は売り上げが過去最高。過去最高、はい、すごいですねこのご時世に、はい、味の素冷凍食品が1972年の発売以来初めてメイン商品のニンニク味以外の姉妹品として投入したのが生姜餃子です。初めて投入な、はい、生姜味。ポイントはですね、はい、誰でも簡単にパリパリの餃子の羽が作れる。今まで通りの、はい、憧れので、それぞれの餃子の底の部分にですね小麦粉などを原料とした羽の素が、ついていて、これを焼くと薄く広がると、うん、そうすると誰でも自宅で羽付きのパリパリ餃子を食べられる。しかも生姜の味、ジューシーな肉感も味わえると。